はい、どうも、皆さん、秋原です。今回ですね、ボケての結果発表第2弾。結果発表ですね。はい。前回ですね、動画を流しまして、受ける受けないじゃない。しっくりきました、あれは。やっぱ動画ってやっぱり容量食うけど、ということをツイートするあれに関してはもうずっとツイートするよりもね、こっちの方がわかりやすいだろうとは思いました。皆さん見た感じどうかは知りませんけども、私はそう思いました。それではですね、この作品は私の一番受けた作品です。これちょっともう今後ね、これを表紙にしようかと思ってます。カエルの歌が聞こえてくるよってね。3087ですよ、これ。これね、2018年の2月ってもうこれ2年前なんですね。そんな前か。そうなんだ。そんなわけで。今回じゃあ、何やるかっていうことで。今回の結果発表こちらです。この二人。この二人ですね。バラ戦争時代の、イングランドの王子なんですよ。子供です。この二人は。で、この左側の方はですね、弟。らしいですけど、ヨーク公リチャードっていうね。本当に王子なんですよ。幼女正しい王子なんです。この人、こう見えて、実は、王子って言いますけど、実は王なんです、この人。エドワード5世。っていうね。二人とも実はですね、バラ戦争の混乱でさらかですね、ロンドン島に幽閉されて、そのままもう生きたまま出られなかったっていう、そういう伝説がありまして、悲劇の王子なんていうふうに二人とも言われてますけどね。では、この二人を使ってボケてくださいということで、今回やらせていただきました。まずはこの方ですね。これ名前載ってないんだろう、これな。じゃあ、ちょっと行きます。それでは、今回からですね、この放送やりながら評価、しようと思ってます。リアルタイムで。はい。それではいきます。この作品。横断歩道の左右確認が早すぎる。これつまりだから、一人っていう よくある漫画のキョロキョロっていう あると思うんですよ。いや、これ、左右確認が早すぎるんですね。つまり なので、とりあえず今回は、面白い。どうします。花びら満開さん。ね。これは1です。コメント。そうですね。一言言うと何ですかね、これ。横断歩道の左右確認が早すぎる。そうですね。左右確認。どうしようかな、これ。っていうことでしましょうかね ね。ということで、はい、この方、花びら満開さんのこの作品は1です。次、誰かを鳴らした。鳴らした。こんな怖がる そんな臭いの お鳴らしちゃったのか、そうなのか。おならか。いや、これ、おならしたっていうか、確かに、向こうの人はすっごい嫌がるらしいじゃん、そういうのって。人前でおならって、なんかもう、いや、理由知らないけど、なんか相当嫌がるらしいじゃん。いや、もちろん、今、不快だよ。不快だけど、日本人以上に嫌がってるっていう認識という意味では、ちょっとこれは2としてですね、どうだったでしょうか。サイクロプス369さんですね。ありがとうございます。これをコメントすると、コメント。ということでしょうね。はい。確かこれね、漢字で臭いってなると確か NG ワードなんでね。それはちょっと、ひらがなですね。次。スタンド。どっちが、
なんだ、スタンド使いなんですよね、これ。多分これ、ジョジョですね。スタンド、どっち、これに、多分、だこっちの方がスタンドで使え。そんなバカなっていうところなんだけど。いや、まあ、1かな、これは。カイン013、1です。おめでとうございます。ありがとうございます。コメント。そうだな。いや。そうだ、一応。ってことでしょうかね。こ れ、間違えてないよね、人ね、これ。まあ、ジョジョだと思うし。次、行きましょう。いや、ちょっと、電車で隣にちょっと鍵絡まった、どういう状況だよっていうとこなんだけど。そうだな。絡まることは、そんなないからな、実際。わかんないけど。絡まってる見えるって、ちょっと電車って。こんな暗くないですか、電車。1。ゆうさん。ありがとうございます。ゆうとさんは1です。では、ゆうとさんにコメントを送るとして、そうだな。どうしようかな。絡まった。ちょっと待って、ごめんなさい。これしかないでしょ、これ。はい、ゆうとさん、おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして、一回ちょっとページを変えましょうね、じゃあ。では、続きまして、なんかこれですね。ザ・タッチ。ちょっとっていう、もうコメントしかできない、これ。ザ・タッチってさ、ザ・タッチ。いや、ザ・タッチの双子じゃねえし、そもそもな。双子じゃないからね。双子だったら、まあ、2か、まあ、よくて3なんだけど、これ双子じゃないか、もしかして1だ。タコさん、すいません。ありがとうございます。すいません。これはちょっと1とさせていただきました。タコさんに、なんて言おうかな、ザタッチ。やっぱ、もう、これしかないよね。これしかないでしょ、これ。それしか言いようないよ、これもう。はい、タコさん、ありがとうございます。続きまして。これはなんだ？あ、これ、あれだね。多分ね。あれでしょ、きっと俺、間違えたな、これね。多分これ、評価高い順になってんの。あれ、さっき、新しい順。あ、これ間違えたね。まあ、いいか。多分ね、俺がね、俺初めてこの方法やってるんで、混乱起きてまして、多分ね、これね、評価高い順にしてたのが起きてる、俺ね。これだから、古い順にしてさ、やるとね、多分ね、さっきと違うんだ、これきっとね。多分ね、さっきこう、まあ、どうとね、見えてないの出てくると思うから。ほら、これね。はい。すいません。ちょっとこれ、混乱しながらやると思いますんで、申し訳ないけど、ちょっとまあ、頑張ってやります。はい、続きましょう。多分これ、ゼロのやつはね、つけてないやつも出てくるからね。そう。はい。これですね。あれ？お父さん？見ちゃダメ。女装してる知らないおじさん、これ。すいません。もう一回やります、これ。王子です。 この二人は、イギリスの王家の王子なんです。そして、何よりも片方王様です。 なので、これに関しては、残念。マリマリさん、ごめんなさい。これね、男なんですよ。そういうことで、ってことでしましょう。マリマリさん、すいません。ちょっとこれは真実じゃないので、ちょっとこれは、はい。ってことで、次行きましょう、これ。ね。これか。エロ本のザ、表紙？放出やめたくなるわけだって。 いや、まあ、これね。放出やめたくなる。どういうことなの、これ。エロ本の表紙、放出。いや、あのね、
皇室辞める多分ね、メーガン妃の件だと思うんですよ。いや、まあ、すみません。この何を、どういう解釈したらいいかわからないんで、エロ本の表紙っていうのがちょっとね、わかんないなぁ。ごめん。これちょっとわかんない。1にするわ。ごめん、チョコレートアップルさんごめん。1、これ。これちょっとね。ちょっと、わかんない。ってことにするか？しょうがない。ごめん。これ1ね。ちょっとね。すいません。1です。すいません、ごめんなさい。で、これで次行きまして。あ、これはまだ俺つけてないね。うん。はい、次ですね、これ。見てください、お姉様。ファミリーマートの隣、ファミリーマートの、同じこと言うけど、さっきと同じく申し訳ない。これね、さっきと同じようなところ1ですね。はい。で、理由をちょっとつけなきゃいけないな。ローディングしてんな。あら、ローディングしちゃったな。あ、はい。稲妻レグラリアーツ、ありがとうございます。これ、星2個ついてるんだ、もともとね。コメント。もうちょっとこれ、もう一回しかないか。で、これが、一応まあ、コメントですね。さっきと同じちょっと、理由なので、ごめんなさい、1です。すいません。稲妻ルックライヤーさん、ごめんなさい。ということで、次行きましょうかね。はい。これさっきと同じやつだな。なんか、つけてない人いないよね、多分。わかんないけど。どうなんだろう。このやり方初めてだからさ、ほんとね、混乱するな、案外これ。はい、じゃあ次。これで多分次ですね、じゃあ。うん。では、これ行って、これ行って、これは終わって、あ、これまだやってませんね。見ましょう。あいつの3分の方のカップ麺があったか。大丈夫よ。だから大丈夫だって。絶対5分待つの。いや、ごめん。なんだろう。今回これ厳しいのかな？俺ね、違うんですよ。本当にね、これ申し訳ない。これ1だ。ね、オリバーさんごめんなさい。これ1です。なんか結局ね、まずこれ。あ。これ3分の方の革命カップ麺だったか、あとマッツのやつのって、ってことにするしかないかな。ごめんなさい、オリバーさん。ちょっと厳しいこと言う。本当にみんなが、今回ちょっと厳しいこと言うことが多くなったな。あれ。あ。日本語だ。言葉。ちょっと分かった。あれね、こうしよう。逃さね。これだな。逃さねだね。ちょっとね。いや、逃さねって、ほら、例えばその公園のベンチの上のとか、そういうのじゃなくて、
松のやつと多分これ間違えちゃう。抑制のかもしれないけど、やっぱりね、ボケてって厳しいんだよな。受けない理由そこにあったりするから、意外と。いや、まあ、見過ごすということだよ、これは。見過ごすとこだけど、現実考えたらね、ボケてってそういう世界なんですよ。ってことでご理解くださいませ。申し訳ない。じゃあ次ですね。これ。第1回、チキチキ、相手の姿は見えてません選手権っていうことなんだけど、ノリがいいから2。ボケてポリス署長さん、ありがとうございます。これは2です。そうですね。チキチキ。ああ、ノリがいいってことですよ。ノリがいい、笑。これでしょ。ありがとうございます。ポケって、ポリス署長さん、ありがとうございます。署長、ありがとうございます。これは私のやつだね。まず回しまして。それでは消すでね、A。だからこれね、これも女性、なんか女性をね、女性って、オールドルーキーさんでございます。これさっきはそうなんだけど、女性っぽく見えちゃうのかもしれないけど、もう一回言うけど、王子なんです。っていうことで。はい。もうだから、っていうことなんですよ、本当に。こういうことなんですよ、本当に。これは分かっていただくしかありませんね。ちょっとこれ飛ばします。次これ。ですね。多分これもラスト2。多分これね、今回の成績のいいやつなんですけど、21とかのね、21じゃんって思うかもしれないけど、結構これすごいよ。ボケてって結構ね、相手とか見てもらう人に見てもらうってほとんどないんですよ。どんなに面白いやつでもね、なんでって思うの、なんでこれ受けないのってあるんですけど、やっぱね、どうしてもね、そういうふうになっちゃうんですよ、これ。で、一応じゃあこれから行きましょう。相手したら負けよって。多分、これ多分ね いじめられてんだから このお兄ちゃんが いや、負けよって だから女性言葉っていうのはやめよう、ほんとこれね、今回ね。ごめん、今回1だ。21なんだけど、ちょっとルールじゃない、いや、ルールというかね、ルールにするのおかしいんだけど、これさ、どういうあれなのかな、でも、実際。コメント見ましたか まあまあまあ、そういうことなんだろうけどね。いや、だから、これちょっと、ほんとごめん、これ、やっぱりね。これね、同じこと言っちゃうけど、ほんとね、こういうことなんですよ。みんなこれだもん、だから、男性だと思ってないんだよ、これはもうね。昔の髪型って、だから、性別わかりづらいねっていうところで、ちょっと、もう、それしかないかなってことで、これも結局ね、女性なんですよ。いやー、これ女性なんだよなー。本当はこっちの方が面白いんだけど、だって、松崎しげるに囲まれたわ、どうやらそのままやっていう。いや、これはね、面白いんだけど、女性なんですよ、これ。もう、これまた、セリフが。ごめん、これね、今回ね、星さんないなー。ズボックさん、ありがとうございます。ほんと申し訳ない。これもね、だから、女性じゃないんですよね。お姫様じゃありません。お姫っていう、だから姫とかじゃないな。もう女性だな。どうす。ということで、まあ、今回ね、今回なんですけど、本来ならこれがね、ベストボケなんですよ。ここまで人気だった。本当はベストボケにしたんだけどね。今回に関してはね、これ言っときゃよかったな。お姫様じゃないんです。一応僕、さっき見てたかなと思うけど、
これ僕が、投稿、結局、結果投稿したやつなんですけど、だから、洋服をリチャードって言ってんじゃんって エドワード5世って言ってんじゃんって、こんなの誰も見ないと思うけど 実際。そういうことなんですよ。イギリス王家の王子と、だから国王なんです。なので、そういう意味では今回ね、だから、トップ賞、ベスト王家。これね、該当者なしです。残念。ということで、残念な結果になりましたが、これで今回終わりです。まあ、だからね、この二人を見て女性だと思ってしまう気持ちもわかるんですけど、そこはちょっとね、俺もね、ちゃんと言うべきだったが部分だと思うんです。本当に僕自身は、これ。なので、ちょっと今回、なし。該当なしです。はい。残念ながら。ということで、次回ですね。次回お教えします。次回なんですが、私のお題、実はもう一個投稿してまして、短期間に。これです。これの、まあそうですね。まあ、トイレットペーパーの芯をね、最強武器ということで、まあ、やらせさせていただこうと思ってます。これで、ね、お題がお題だからね、さっき言った下ネタ多かった。ということで次回こちらをご覧いただいてお別れです。はい、今回は以上でございました。以上です、今回は。はい、皆さん、次回はね、本当は今回からね、BGM 付けたかったけどね、曲スランプでして、実は。なので、まあ、できたら本当に BGM 付けたいですね。次回どんな BGM になるかな。ということで、お楽しみに。ってことで、今回は終わりです。以上、ありがとうございました。リザー木村でした。ありがとうございました。